ヤーマンワーガン、こと遊ぶチャンネルの親父ヒロさんです。いつもチャンネルご覧いただき誠にありがとうございます。今日は俺が俺の動画を進めるっていうね、ある種狂気すぎる企画もうなので、本当に気が向いたら、お時間あったらご覧いただけますと幸いです。まず基本的に私が YouTube にアップしているのは、よく行くキャンプ動画、たまに行く旅行動画、まあ、それに伴って興味のあるガジェットとかキャンプギアの紹介動画、あと素人ですがドローン映像とか、まあ、そんな感じ、まあ、外遊ぶチャンネルっていう風に言ってるので、まあ例えばスノボーだったり、外遊びをしている、動画なんかもたまに上げてます。まあ、基本的に雑多で自己満な動画が多いチャンネルとなってます。まあ、もちろん登録者数だとか視聴回数を一番に考えるならば、まあ、もっとコンセプチュアルというか、コンセプトを絞り込んだ動画を、まあ、視聴者目線でアップすることが望ましいことは重々承知してます。まあ、例えば、ハワイに絞るとか、キャンプだけあげるとか、まあ、ガジェットだけをひたすら紹介するとかね。まあ、でも実はそんなことあんまり考えてなくて、もうほんと自由気ままに好きな動画を好き勝手アップしています。まあ、むしろ登録者数や視聴回数などを稼ぎに行くと、やってても楽しくなくなっちゃうような気が自分ではしてます。まあ、なので視聴者の方からすると、興味のない動画が上がったりだとか、まあ、役に立つ情報が少なかったりと、まあ、ストレスも多いのではないかなというふうに思います。まあ、それはね、本当に申し訳ないなというふうに思ってます。すいません。ごめんなさい。でもまあ、そんな好き勝手スタンスで、今まで気ままにアップさせてもらってますし、まあ、おそらく今後もそんな感じだと思うので、もう本当に見たくない動画は遠慮なくスキップしていただいて、もうゆるーくこのチャンネルとはお付き合いいただけたらなというふうに思ってます。ぶっちゃけ編集作業って面倒なんですよね。じゃあお金儲けが目的でもないのに、なんでそんな面倒な編集をして動画をアップし続けるのか、まあ、これについても自分なりに明確な理由がありまして、まあ、もちろん楽しい瞬間やいいものを視聴者の皆様と共有したいという気持ちは強くあるし、まあ、それを見てくれる人がいるというのは純粋に嬉しいものだなというのは、 YouTube にアップしてコメントをいただいたりする中ですごく感じるようになりました。まあ、それに加えて、まあ、例えば旅行動画とか特にそうなんですけど、まあ、後日旅行の動画を編集することによって、まあ、自分がもう一度旅行しているような錯覚、感覚になれるんですよね。まあ、その辺がね、すごくいいなと思ってます。まあ、もちろん YouTube に動画を上げるその理由に関しては人それぞれで、まあ、どんな理由も否定はしませんが、まあ、私はそのあたりが、大切で、醍醐味だなというふうに思っています。まあ、あとは単純に、家族のアルバム的な、まあ、娘が成長して、大人になってから、見てくれればいいなというふうに思ったりしてます。はい、前置きというかね、言い訳はこれぐらいにして今日の本題に入ります。基本的に素人撮影、素人編集のお恥ずかしい内容の動画が多いので、まあ、自分の動画を自分で見直すってことってほぼないんですけれども、まあ、中にはこれはいい動画だから見てほしいなっていうものも稀にあります。今日はずうずうしくそのあたりを自分でおすすめしていくっていうね、ある種狂った企画となってます。まず本当に見てほしいのはマイシリーズ、マイシリーズとして再生リストにもあります。これはね、旅行のハイライトを 3,4 分程度に編集したもので、まあ、音声なしの BGM だけなんですが、まあ、旅行先だとか旅行そのものの魅力がね、ギュッと凝縮されてるんですよね。まあ、今までハワイ、グアム、沖縄って3つ作ったんですけど、まあ、珍しくね、自分の動画というかその動画の再生回数を見てみたら、びっくりするぐらい全然見られてなかったというね。もう今日の動画を作ろうと思ったのは、このマイシリーズを見てよって言いたいためだけと言っても過言ではないです。まあ、素人なりではありますが、音楽に合わせて映像をはめたりして、まあ、編集にね、そこそこ時間もかかってます。これはね、絶対に見てほしいシリーズ。まあ、ちょっとマイ沖縄に関しては、ほぼほぼドローン映像のみという風になっちゃってますけど、
もうハワイとグアムに関してはあのドローン以外のいわゆる旅行のハイライト映像もあの含まれているので、ぜひ見てほしいなと思ってます。旅行動画、旅行 Vlog でいうとやっぱり充実して見応えがあるのは2019年のハワイ旅かな。まあ、2018年のハワイ旅も YouTube にアップしてるんですけども、まあ、2018年は、まあ、YouTube に上げることを想定せずに撮影したものを、YouTube で上げたという感じで、まあ、GoPro の調子もあまり良くなかったっていうのもあって、ちょっといまいち見づらかったり聞き取りづらかったりすると思いますが、まあ、2019年に関してはもうあの行く前からあの今回はYouTube に上げようというふうに思って撮影しているので、まあ、それなり、まあ、それなりですけど、それなりにあの見られるシリーズじゃないかなと思います。これはね、もう全15話スピンオフも含めると30個ぐらいの動画からなる、もう私の一番の超大作。おすすめはやっぱりね、これから旅が始まるワクワク感であふれたボルワン、ピンクピルボックスから景色が最高な、ボル5かな、あと旅が終わってしまうという何とも言えないね感情が交錯するファイナルのボル15、あとはスピンオフのノースショアでサメと泳ぐっていう動画もね、まあ、なかなか見応えあるんじゃないかなと思います。旅行から随分経ってから作ったなぜハワイに行くのかみたいな動画も、コロナという世界を一変させる出来事があって、まあ、海外との距離感だとか、まあ、旅行の在り方だとか、まあ、この辺見直さざるを得ないような状況にはなったんですけども、まあ、基本的な考え方としてはこの動画を作った頃と、まあ、そんなに変わってないんじゃないかなというふうに思っています。グアム旅行も、天気良かったし、車をフルに利用していろいろ動き回っておりますので、まあ、それなりに楽しめる内容になってるんじゃないかなというふうに思います。韓国旅行に至っては、もう娘の買い物に親が振り回されてはおりますが、まあ、あの美味しいものたくさん食べてますし、まあ、何より娘の楽しそうな感じが伝わるシリーズじゃないかなというふうに思います。いや、沖縄の Vlog もね、まあ、当初は、ちょっと天気悪だったので、もうあの YouTube 出さずにオクラに入れようと思ったんですけど、まあ、作ってみたらね、それなりに見られる動画になったんじゃないかなと思いますので、こちらもお時間があったらぜひ、見ていただけるとすごく嬉しいです。キャンプ動画についてはもうあのたくさん数上げてますし、まあ、それね、どれも同じような、まあ、似たり寄ったりの動画っちゃ動画なんですけども、まあ、例えばハワイ飯をテーマにしたキャンプとか、まあ、今回はジャマイカ料理をテーマにしたキャンプだとかっていうのもあるので、まあ、その辺だけでもいいのでぜひ見ていただけると嬉しいです。ドローンはね、まあ、特に日本だとそんなに飛ばす機会もなくて、だから操縦もなかなかうまくならないし、まあ、映像としても、そんなに多くはないんですが、いくつかアップはしています。福井県の九頭竜でキャンプ前の早朝に飛ばした動画も結構気に入ってはおるんですけども、やっぱりハワイ、まあ、一部あのグアムの映像も含まれるんですけども、のドローン映像をまとめたのが一番、おすすめかな。もはやこれはね、操縦とか編集ではなくて、もうハワイというね素材がいいから、もうこれは誰が撮っても誰が編集しても素晴らしい動画になるよねっていうね、まあ、ハワイマジックというか南国マジックですよね。この他ガジェットとかキャンプギアを紹介している動画もありますが、まあ、これはね、その製品とかジャンルに興味のある方のみ、見ていただければ結構かなというふうに思っています。ハワイネタ動画、Vlog 以外のハワイ動画ですね、もういくつか上げてるんですけども、外遊ぶ的解釈なハワイ音楽、これはねぜひ見てもらいたいというか聞いてもらえると嬉しいです。もう全部全部素晴らしい音楽なんですが、もう特にね最後最後の超前リーのハワイへ行こうとか、もうアイリーで最高すぎます。音楽シリーズ第2弾でアップしたハワイアンレゲエ特集も、もうアップできなかった音源が結構あったんですけども、まあ、それでも自信作、もうねジャマイカンでハワイアン、もうまさにジャワイアンって感じで、もうこれもねぜひぜひ、もうしのごの言わずに聞いてみていただけると嬉しいです。
著作権侵害でこれらはいきなり削除される可能性もあるので、もうアップされているうちにぜひ聞いておいてください。音楽といえば、少し前に娘と行ったレッドスパイダーのズンズンフェス、これも大きな声では言えませんが、完全に著作権を侵害してますので、長い間アップしておくのは厳しいなと思っておりますので、ぜひあるうちに見ていただきたいと思ってます。私レゲエ大好きで30年以上レゲエ聴いていて、ジャパニーズレゲエも今でこそちょっといまいち元気ないんですけども、すごくジャパニーズレゲエが元気だった2000年代はフェスにも行きまくってましたし、もっと言うと昔はレゲエが好きすぎて、ジャマイカにも何度か行っているほどです。最近は娘も日本人ではありますが、ナナコとかアポロとか、レゲエ聴くようになってきたので、これからも娘とフェスに行くのがちょっと楽しみだったりします。そんな感じかな。ハワイ好きな方もキャンプ好きな方も、それぞれ素晴らしいチャンネルがたくさんあるので、なかなか俺のチャンネルを見ろ、俺の動画見ろとは言いにくいんですけども、ぜひ今日おすすめした動画はお時間があるときにチェックしていただけますと本当に嬉しいです。最後まで動画ご覧いただき誠にありがとうございました。ではさようなら。 See ya. Peace. I'm out.